タイムチューブ。グッドタイムチューブ。ひとみよしゆきです。はい、宇都宮初音です。加藤です。ということで、可愛く言ってみましたね。今回は何の前置きもなくいきなり名乗ってみましたが、この3人で今回もお送りしてまいります。グッドタイムズという1979年の全米ナンバーワンヒット、世界的な大ヒット、シックの曲ですけれども、ここから名前をいただきまして、特にその時期を中心とした洋楽について、洋楽を中心にいろいろと、お話をしてみようかというふうに集まって3人でやっているものであります。これが編集の都合上第何回ぐらいになりますかね。70回に見えてきました。60回台ということになりますか。後半でございます。すごいですね、はい、いつの間にやら私の年齢さえも超えているというですね、何と比べてんだってことですが。ですがその、第何回か忘れてしまったんですが、あの不思議な生き物エラシャクレという回がございました。いわゆるエラ顎というのとですね、あと顎がしゃくれてるという、あの顔のマークとかいろいろ言われますけれども、顔のマークといえば一番あの洋楽どころで知られたのはですね、あのザ・ポリスのドラマーのスチャード・コープランドでしたね。あのミュージックライフってそういうあの冗談のコーナーがあって、何と何が似ている、誰と誰が似ているというのがあった中で、超人ハルクとヒューイ・ルイスが似ているとかね、そういうのひげ生やしている頃のフレディ・マーキュリーとゲタとかね、それが並んでるんですね、写真がね。なかなかインパクトはあるんですが、そんな中でやっぱりスチュアート・コープランドと顔のマークっていうのはやっぱり見た記憶がありますけど、まあそんなエラとしゃくれてるのですね、特に歌い手で、なんか我々好みの人が多いな、なんだろう、骨格に影響がある、なんか原因があるのかなとか言いながら、全く科学的、医学的な分析はせずに、ただの記憶で、そういう人はただ集めた、我々の好きなシンガーを集めたという回がありましたけれども、そこでですね、私、もう非常に申し訳ないことに、これをなぜ挙げなかったのかということが、ずいぶん後になって、そういうところを気づいたのがありましたので、そのホイというのをちょっとやってみようと思います。まずはその本編で出てきたですね、あのファーガル・シャーキーっていう人ね、ファーガル・シャーキー ねもうね、もうシルエットで強調してるシルエットで、その顎を強調しているこのジャケット、ファーガル・シャーキー、こういう人ですね。こういう人っていうのもなんですが、黄昏のラブソングという放題で出ている、これがファーストアルバムにあたりますけれども、そんなファーガル・シャーキー、ちゃんとあの姿をお見せしようと思って持ってきましたが、でも分かりやすい姿ではありませんでした。全然分かんないよ。85年に出ています。デビッド・エイ・スチュワート、ユーリズミックスですね、当時はの、彼がプロデュースを担当していまして、デビッド・エイ・スチュワートといいますと、最近ナイル・ロジャースとまた、近くなりましたね、イギリスのフェスで、ユーリズミックスの、曲を演奏する夜があって、うん、そこでデイブを招いたということなんですから、そうシークのバンドで ね演奏する形で、なんでユーリズミックスやることになったのか、ね、もうちょっと調べて、どこの縁なのか、でもあのミュージシャンでプロデューサーになっているっていう意味では割と僕同じような気はするんですよね、あのナイル・ロジャーズって、まあ、特にね、あの肌の色というか人種の関係で、あのよく言われるのはジャマンド・ルイスのちょっと前とか、あのライオネル・リッチーと同年代同時代とか、あのフィラデルフィア・ソウルのギャム・ランド・ハーフの後のプロデューサーチームというような言い方されますが、実は僕はフィル・コリンズとかバリー・ギブとか、そういうところとあの同時代でやっているミュージシャンでプロデューサーでロックノールビジネスの成功者という意味では、ナイル・ロジャーズは意外と本人はそこと横並びに意識をしているんじゃないかななんて思ったりもしますけどね、プロデューサーっていう意味でというよりも、あのミュージシャンとプロデューサーを兼ねているっていう人で、同じ時代で重ねると、あのいわゆるアフリカ系アメリカ人とはまた違う、違うところに彼は、あの頭の中は意識はあるんじゃないかななんて思ったりいたします。エゲレスの人に好かれるしね、で、エラシャクレ女性のですね、私も書いてる、そう、この前ちょっとあのエラシャクレ女性じゃないよ、これましたよ、普通にド美人っていうね、ド美人ド美人ド美人って何ドブスの逆、どうつける、ドブスの逆でド美人つけないか、つけないよ、そうか。前にね、ラジオ番組やってる友達でね、ほら、ドジャズっていうじゃない、ドジャズ、ドフュージョンっていう人、その人が言葉言ってて、ドフュージョンって言いますとか言って言うよって言われちゃってさ、よく言ったことないなとドドンパみたいな、ドフュージョンって、いわゆるあの日本のフュージョンを
ちょっとこう、からかい気味にいってるようなニュアンスでドフュージョンっていう、そういう考察もね、気はしますね。歌詞なんとかとかね、スクなんとかとか、そういうところドビジンをとりあえず、シャッフレだから持ってきたって、はい、マリア・マッキー、せっかくなんで、しかもサイン付きで自慢がてら持ってきてみました、はい、素晴らしいマリア様、はい、マリア最高ですよ、マリアに弱い人、マリアに吉井でございますヨシビでございます。これはね、あの彼女の単独初来日、または全くの初来日かな、わかんないですけど、マリア・マッキー名義で来た時の来日公演、東京はね、クラブクワトロだったんですよ。へえ。で、あそこっての出口がみんなと同じあそこしかないから、出待ちあそこしかないわけですよ、うんうんうん、それで普通に下で待ってたらね、普通に降りてきてくれましてね、へえ、ね、ザーッとサインくれました。まあ結構みんな群がってましたけど、そりゃそうだって感じで、まあ素敵な女性、確かこの前も話しましたが、でも思ったよりも枯れっていうよりも、おてんばな素敵なお姉さんっていう感じで、おてんばつうのが久しぶりに聞いたな。結構、ね、そう、結構なロック姉さんだったのがね、また嬉しくってね、うん。さあ、そのエラシャクレ絡みでですね、お二人はどうですか、あの時語り損ねた、うん、そういえばこの人っていうのは、なかったですかね。いやね、俺この間だから高橋ロイジャーさんと話して、うん、実はベースのジョン、うん、ディーゴン、ジョン・ディーゴンはあの人なんか話さない感じするじゃん、うん、だけどなんか話すと、うん、鼻からこうかかる、うん、で確かに選ばってる、うん、うんうんうん、で、ジャーニーが好きなんだったんですよ。スティーブ・ペリーが好きで、うん、友達に似てる人、そうそうそう そう僕がああいう声だったら歌うんだけどじゃないからみたいな、でもなんかスティーブ・ペリーっぽい声だよねきっとね、ちゃんと歌えたら、鼻のかかっただからちょっとね、多分骨格も見てんじゃないかな。単品で歌ってんの見たことないんだけど、ジョン・ディーゴンではないよね。そう、3人だけど、フレディとかじゃなくて、うん、3人は歌ってるけど、うん、僕はリードは取らないからね。そう、うん、スティーブ・ペリーに、みたいな、歌えたら歌ったと思う。歌に対するコンプレックスはでもあるんだ。あるんじゃない？おー、歌いたいんだ。いい歌かける人だからね、うん、なおさらね。曲がね。だから、フレディが書いた曲より売れてるんだよね。そうだね。まあまあね。そう。だから誰も文句言えない。うん、ね。だから、前も話したっけ？だからやっぱり自分の歌を歌うのがフレディっていう前提だったから、だからフレディ死んじゃったらクイーンやる気なくなったんじゃないかなっていうふうに思って。ね、ロジャーとブライアンは自分で歌えるから続けてるのは分かるけど、うんうんうん、逆にフレディがいないから、自分の声がもうないからジョディコンがいないっていうのも僕は逆にうなずける気がしてね、やったりします。もうそんなよりもエラシャクレのはブライアンだよね、うん、実はね、うん、一番ねかもそういほいでそうそう、あの髪型のせいでみんな気づかないだけでね、がっちりしてるけどこうね、うん、もちゃもちゃ隠れてるからよくわかんないみたいな、ね、しかも天文学者というね、すごい、素晴らしい、素晴らしい人ですが、はい、いきなり切れ出すらしいですよいきなりそうなんだ、誰が一番切れるってブライアンらしいそうなんだ、じゃあ普段ためてるのね、頭の中に全部出来上がってるから、ここのギターがあってエフェクターがあってアンプがこうやってちゃんとこうやって自分の頭の出そうじゃないとうぎゃーっとあーなるほどね、違うとじゃーっとあー俺これじゃない。まあ完全主義者っぽいよね。一番完全主義者なんだろうな。うん、ああ、なるほどね。らしいです。おお。周りは大変。周り大変だよなって、ね。大変だね。でも本田美奈子は許せたのかね。ね。どうなったのね。彼女の歌は良かったのかな。うん。なかなかそうですか。宇都宮さんはどうですか。いやね。あそこで。あ、しまった、あの人上げ損ねたよ、ね、そう、なんか私わけわかんないさ、うん、もう新右衛門さんの話とかになっちゃうそうね、知らんがな知らんがな、誰もっていうそうだった、あとデオ送ってきて俺はあ、そっかそっか、いたなこれなっていうね、そう歌手でもなければ人間でもない人間、まず人間でもない架空の人物架空の人物そうですよね。私はふとね、あの収録でも、なんだ、公開された後にですね、ああ、そうじゃんって
思って、あのやっぱりこの人あげないとって思わなきゃって思ったのがですね、あの私あの60年代のブリティッシュロックで一番好きなのはスモールフェイセスなんですってよく言うんですね、いつもそうなんですけれども、で70年代前半のブリティッシュロックで一番好きなのはハンブルパイなんです。なぜかというと両方ともスティーブ・マリオットだからですね。スティーブ・マリオットは結構なあの人なんですよ、アゴは。結構いい顎の人でありましてですね、今のがスモールフェイスでしょ、でハンブルパイもう こういう結構いい感じなんですよねこの人ね、うんうん、残念ながらあの一番グッとくるレコードジャケットが、出てこなくて今朝、残念ながらこの辺りで、でもあのお分かりいただけると思います、スティーブ・マリオットのこう顎のグッとくる感じですね、そうそうだ、スティーブ・マリオット言ってなくてもうダメじゃんっていうことですよね、つまりそうなりましてですね、でこのスティーブ・マリオットの影響を大変受けている、ハンブルパイの時に影響を大変受けているのは、うん、あの代表格がザ・ブラック・クローズ、うん、もう何回出たことでしょうこの番組でも、ですけれども本当にね、ブラック・クローズこんなにブラック・クローズの話すると思わなかった俺もそこまで聞いてなかったからシンガーのクリス・ロビンソンのこのねエラな感じ、もうしゃくれな感じ、むしろねエラというね、もうはもうそこまでスティーブ・マリオとかと意識してるわけじゃないんだと思います、偶然だと思いますが、この真ん中の彼ね、なかなかにですね意識してもしゃぐれれないそうそうそう、いい顎をしてます、持って生まれたもんですかね、そういい顎をしてますけど、これは、92年の初来日公演の時のパンフレットですね、サイケデリックな感じで、うん、そうね、ハイ・アズ・ザ・ムーンっていうタイトルでね、お月様のようにハイ、バカですね、そういうタイトルのツアーをやってましたね、そうですよね、そうでも何の曲とも関係なく突然バンドあの舞台と同じ大きさでやったら巨大なリオン・ラッセルの顔とかが後ろにバックドロップで出てくるとかね、なぜリオン・ラッセルか全く未だにわからないんですが顔が出てくるとか、もう変なことばっかりやってる人たちでしたね、あの会場中何の意図があってんだ、そうそうそう、何も曲やってないんでしょ、やってない、ね、カバーも何もしてない、うん、そう単に何好きだったから、単に好きだったからなのかなそんなんある、ね、それであので会場中の夜客入れの BGM はね、ジミ・ヘンドリックスのライブアルバムって、ずるいだろライブをかけるのはっていうね、あそうね、うん、そう、それであの出てくる直前になってあのでっかい音でドガーンって始まった曲がグランドファンクの Are You Ready っていうね、アマチュアバンドかという文化祭かなぐらいの感じでなんですが、出てきて演奏始まるとまあまあがかっちょよかったわけですが、まあそのね分かりやすさがたまらなくおかしかったですね、うん、ですけれども、なんていうことをいろいろとあの探していて、うちでレコードを見ててですね、そうブラック・クローズなんか見なきゃとかね、いろいろ見てるうちにその少し前のところに BA で、ベイカー、チェット・ベイカー、そういえば一番すごいんじゃん、顎がっていう、エラもすごいんじゃんっていうことになりまして、まあ、この人はもちろんあのご存知の通り、歌い手ではございません、メインはトランペッターで、うん、時折歌を歌う、それもか細い歌を歌って、でもそれがなんかかっこよくて、うん、お姉ちゃんにウケるという、そういうようなところがあったジャズのトランペッターで、またこの人もねあの破滅的な、人生で破滅的な亡くなりをした人でありますけれども、まあ、そういうのもまたお姉ちゃんに受ける、うん、ね、そうなんですよね、そうそうそう、まあそんな、ことをあのふとちょっとエラしゃくれ並みあのホイとしてお送りいたしました、結構な時間を送ってしまいました、失礼いたしました全然ホイじゃないみたいなね、あのなんとか誰それ全集、文学全集のあのホイって言って一巻ある人が言いますけどね、 それに近い感じになりましたね、大変失礼しました、ぐらい喋ってますね。さて本日はですね、本題ですね、はい、いわゆるまあこのグッドタイムズ集まとめ撮りというのをしておりますけど、何回かをまとめて撮っているんですが、本日集まったのは、実は9月19日の直前だからという日取りで集まったんですね、9月19日になる前に撮って9月19日あたりを狙って、この回を出そうというわけであります。なぜかと言いますと9月19日このお方の誕生日だからであります。グッドタイムズチューブズの名を、付けたのは我々ですが、その理由になった曲、そして、使っていいよと我々 の、 あのナイル・ロジャーズ応援組織の名前として使っていいよという、お墨付きをいただいておりますが、そのナイル・ロジャーズさんがですね9月19日生まれなんですね、今年で67歳、すごい、ね、になります、おめでとうございます、おめでとうございます、本当に心より、うん、遠く日本より、うん、
お祝いをさせていただきますけれど、ということで、ね、ナイル・ロジャーズについて、まあ、2回目か3回目くらいになりますかね、毎回やれって言うんですよね、でもね、グッドタイムチューブって言うぐらいだけど、語ろうということを、思いまして、本日この3人集まっておりますけれども、ナイル・ロジャーズ、まずじゃあギター弾きの加藤さん、はい、ナイル・ロジャーズ、ギターとして注目すると、なんだろう、まず気になったの、気になった曲って何ですかね、最初にでも。いや、もうまさにグッドタイムズの曲とか、まあそういう有名な曲ですよね、うん、まずラジオとかで耳に入ってくるのはね、うんうん、でいろんな人たち の, そのカッティングってあるじゃないですか、いっぱいいろんなギターの人リリストがいればいるほど、まあカッティングの音も違う、うんうん、ナイルの音だけがね、うん、粒が揃ってて綺麗なんですよ、存在感があるんですよ、だから楽曲の中でもちろんそういう楽曲に仕上がってるっていうのもあると思うんですけど、うん、なんだろうな、打楽器とは言わないけどすごいパーカッシブに弾くので、うん、その歯切れもいいし、うん、リズムをこう感じる、やっぱり黒人さんならではのタイム感っていうのももちろんあるし、うんうん、これはすごいなと思っていて、だから結構ナイルがどうやって弾いてるのかっていうのはね、若かりし頃に随分研究しました、ね、僕なんか傾向なり、うん、ジミヘンとこの人結構似てるんですよ実は。ナイルが、ね、YouTube とかで、なんか、うん、とかって言いながら、なんか、グッドタイムズとか弾いてるじゃないですか。なんか、雑なんですよ、うん。でも、なんで雑に聞こえるかって、やっぱりそう、パーカッシブをこう、叩いてる弦を。ように。うんうん。で、弾く。手癖ですよね、手癖、ね。そうそう。で、僕、ジミヘンも好きなんですけど、うんうん、あの人たち体、ナイルどれぐらい大きいのかな、体が大きいでしょ、なジミは大きいんじゃない、うん、ナイルは割と、ね、そんなに長身ってわけでもないけど178ぐらいかな、で手が長いんですよ、うん、我々と違って、でそうするとこう弦がこうあるところに対して僕らはピックがこうやって入っちゃうの、どうしても、うん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 、それはそうですよね、あの人たちこうやって入っちゃってるの、だから裏拍が強くなるの、うんうん、ああそうか、うん、長いからうんたんうんたんうんたんっていう8部やってもどうしてもなっちゃうわけですよ、いわゆる手がグーっていうので、しかも角度がこういく、普通にも、ね、普通に持ったらこうやって回っちゃうから、こっちにグー、そうするとここでやるカッティングこうやってやってるよりもね、うん、同じこうやってやると勝手に裏拍がこう入りやすくなっちゃう、うん、地味編もそう、へー、だからもう訓練しました僕、ピックをこうやって持てるように、あ、もうそれが手がこうそんな長くないんだったら、何か何かこうやって三つ指でピックの角度で、そう、うん、でこれで弾いてたらバンヘイレンも言われてみればこうなんですよ、うん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 、エディもなんか逆なんか逆さにこう当てて、うんうん、だからエディの音ってなんかすごいいいじゃん、うん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 、ギターの音って多分その方が合ってんのかもしれないですね、引っかきが引っかきが来る、そう、うん、引っかける感じが、うん、8部弾いても裏拍にちゃんとアクセントくるし、16部弾いてあってももちろん裏拍にアクセントつくから、うん、なんかこうリズミカルに踊りたくなるようなギターになるっていう、うんうん、で多分彼はそんな意識してないけど、もう多分でもなんだろうな、弦楽器っていうよりもパーカッションみたいな感じで弾いてるのが僕は好きでね、いいです、美しい、なんだろう、綺麗じゃない、その雑なんだけど、うん、ちゃんとこうグルーヴがあるっていう、うん、この人はもっと評価されても僕はいいんじゃないかって昔から思ってたりするんですけどね、で実際ジャズとかも結構造形深い人なんで、うん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 、そういうコードだったりとかスケールの感じだったりとかすごくね、うん、そうコードでなんか広げるんだよね、そう、ね、マコイターナの影響がすごくあるんだって言ってたことがある、あ、そうですね、ギタリストというよりも、うん、ピアニストで刺激を受けることなんだっていうことは、つまりコーディングのことですね、多分ね、すごいなと思うんですね、未だに、そう、あと、まあ、それこそオシャレフリークの弾き方が、ね、オシャレフリークだ、よくインタビューで聞かれるけど、オシャレフリーク、あ、グッドタイムズはオシャレフリークだ、そう、うんうんね、オシャレフリークなんかでもその高い方の2本か3本ぐらいしか弾かない、そう弾かないで、あとはミュートしてるっていう、だからそのミュートの音がやっぱり打楽器的に多分手がでかい
そういうことなんでしょうね、どうしてもね。そこはもう宿命的に人種的に仕方のないところかもしれないけど、すごいよな。だからすごくこう打楽器的にバカシブに聞こえるっていうのは、そのミュートしてるところをクッって言ってるところも音として含まれてるから、もちろんもちろんゴーストの音ね、それをね入れてるのがやっぱり大きいんだろうなと思うし、ちょっと地味編っぽいんですよね、だから、うんうんうん、生音で聞いちゃうと。なるほどね。あとレコード、どこかで僕見たんだけど、レコーディングの時はもうすごいソフトタッチで弾いてる、うん、でライブの時はもっと音を出さなきゃいけないから、うん、ガーって地味編みたいに弾いてるみたいで、うんうんうん、その弾き方も変えてるみたいですよ、うん、なるほどね、うん、ライブとレコーディング面白いですよ、だから人本当に。ただガチャガチャやってるなんかドレッドボヘアのおじさんじゃない、技巧的なところから ね、ナイロジャーズの来日公演 の JT スーパープロデューサーズの96年 の同じシリーズで、その直前にまあ、つまりプロモーション来日ですけれども、95年の12月にプロデューサー講座っていう、まあ、つまりトークショーですねとしての来日公演、来日がありまして、それを見に行ったんですけれども、その時には、まあ、自分の生い立ちをいろいろと喋ったりして、でギターを持ってどうこうしたっていう話からっていうのを話すところもあったんですが、まずやっぱりギターを持って、まず何やったかっていうのは鏡に見て向かって自分の立ち姿を見た。やっぱりね、ロックンローラーなんですよ、うん、気持ちがね、うん、そう立ち姿を見た、形から入る、そう形から入る。でそこで、ま、その次にまずやっぱりピッキングだコードだよりもとにかく右手をリズムをちゃんと刻むっていうのを、うん、こっちは後回しにして、まずこっちをね、いかにこうリズムを刻むかっていうのをやっぱり最初から意識はしたんだっていうことは話してましたね。うーん、みんな左手いっちゃうじゃないですか、うん、弦楽器って、うん、こっちよりもこっちの方が100倍難しいんです実は。あ、うん、なるほどね。そうでも本当にね、 こっちをこう例えば手を開いて こう行く人かこう行く人かで随分違って違うし、で確かに地味の系統の特にアフリカ系の人はこういう人が多いんですよね。うわ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 っていう、裏か裏かになっちゃうんだから、ね、物理的に、うん、我々みたいなちっちゃい人たちがね、細い人たちがやると何かを変えなきゃいけない。はあ、なるほどね。でもなんだろう、一番早いイコライザーなんですよあれ、右手が。なるほど、つまりね、うん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 、ここで全部まず生まれるわけだから、ここで全部右手で処理しないと、うんうん、こんなんいぐね、まあ、やってる、やってるうちにもう勝手に速くなってくるから、うん、別に、うん、なるほど、速いのが音楽じゃなくてやっぱりリズムをこう聞かせてたいとか、うん、バッキングをこうもっと、うん、なんだか楽曲にグルーヴを与えたいとかなると、うん、もう こっち関係ないですもん、右からだけ、うん、すごいですよ。でもナイルは本当にもうね、遠くからね聞いてても私わかる。そうでしょう、うん、なんか子供の時からずっとね、うん、こうそれをず多分耳が追いかけるようになってるんでしょうね、うん、センサーがね内蔵されてるんで、いつの間にセンサーがねこう内蔵されてて、うん、まあ、服とか買いに行くじゃないですか、ショッピングモールで、でまあ一軒一軒店あるわけですよ、うん、でねどっかからねピクッセンサー、そうピーンいろんな曲ほらお店によっていろいろ入ったりとかするじゃない、うん、その中でなんかこうナイルのギターだけわかるんですよ。パーカッションなんだよ、あの人の。やっぱそうなんですね、うん、きっとね。そうそう、ギターっていうよりも僕はそこにすごく魅力を感じる、うん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 、面白い音、彩りを、ね、ドラム、ベースに彩りを与えるパーカッション、うんうんうん、すごいですよ、本当にあれでね、うん、そこになんかあのビジネスマンの方がくっつくっていうのはねすごい。それを一人でやってるっていうのはなかなかね、うん、投資化してますよね本当に。いやなんかものすごく頭のいい人なんだろうなってしみじみ感じるんですけど、うん、そうやっぱりすごく冷静だしね、うん、思えばコンサート毎回見ててナイル・ロジャーズがなんかこう我を忘れて盛り上がっちゃってるっていうシーンはないもんね、うん、どっかでやっぱりずっとニコニコしてたでしょ。そうずっとニコニコしてて冷静にこうやって冷静にね、他の人間やお客さんの反応をすごく見てる人だなっていうのがあって、うん、いないですよね、ああいうみたいですよね。ね、うん、見せつけたくなるんじゃないですか、ね、うわーみたいな、ね、本当本当、うん、前に前にね、そんな来るタイプでもないんで、そうそうそう、でも実はね、他にないっていう言い方をした後になんですけどね、うん、山下達郎もそういうタイプの人で、あー